7月28日から中国で開催されているフィス・ワールド・ユニバーシティ・ゲームズ、夏季・ユニバーシアードで展開された衝撃のレースの反響が拡大している。陸上女子100メートルに出場したソマリアの選手は、スタートからドタドタ走りで全くスピードが上がらず、記録は21秒81という異例の遅さでゴール。 英光共放送が同国のスポーツ大臣が謝罪したことを伝えたほどの大事件に SNS 上ではこれは寸劇信じがたいといった声が上がっている人がスタートラインに立った女子 100m のレースしかし実質5人での勝負だった全くストライドが伸びないソマリアのナスラー・ブ・バカール・アリ選手 1一着の選手が11秒58でゴールを駆け抜けてから10秒以上も後にゴールに到達した。タイムは21秒81。レース映像が SNS で拡散されると、海外ファンからは批判的な声が噴出した。動画を見たとき、信じられなかった。これは寸劇、それとも本物、本当に信じがたい、どうしてこんなことが起こるんだ。 少なくとも彼女はトライしたこの出来事について英公共放送 BBC は中国で行われているワールドユニバーシティゲームズの100メートル走で初心者を出場させたとしてソマリアの役員をクビにするべきだとする声が上がっているという話を記事内で紹介ソマリアのスポーツ大臣が今日起きたことはソマリアの人たちを代表するものではありませんでした などと謝罪したことなどを報じていた編集部。